高橋ひろむは日本の男性プロレスラー、YouTuber ーー。東京都八王子市出身。血液型 A 型。愛称はひろむちゃん。新日本プロレス所属。本名及びヤングライオン時代のリングネームは高橋ひろしゆめ。海外遠征時代はかまいたちのリングネームで活動し、2016年11月の外戦帰国以降は、 名前の部分をカタカナ表記にした、現在のリングネームで活動している。学生時代は、陸上競技に打ち込み、中学生時代に、G1 クライマックス2002の決勝戦である、長野正弘 VS、高山義弘戦を見て、プロレスラーになることを志す。2008年に、八王子実践高校卒業後、新日本プロレスの入門テストを受けるも、不合格に終わる。 翌2009年に再度入門テストを受けて合格を果たし、新日本に入門した。同期には、キング・ファレ、三上京介がいた。ちなみに練習生時代、新日本主催のスーパー J カップにて、セコンドに着いた際、DDT プロレスリング所属の男色ディーノの入場パフォーマンスで行われる、ディープキスの被害を受けており、これがヒロムの、ファーストキスだった。 2010年8月24日、新世代育成プロジェクトネバーにて、高橋は、三上京介を相手にプロデビューを飾った。しかし、試合は、三上の逆エビがための前にギブアップ負けを喫した。2011年2月24日、ネバー5にて、DDT プロレスリングの平田一揆と対戦。小林国明直伝のフィッシャーマンズスープレックス。 ホールドでプロ初勝利を挙げる2011年4月、ベストオブザ・スーパージュニアの予選として行われた、ロード・トゥ・ザ・スーパージュニアに出場した。1回戦では、DDT プロレス所属の石家会と対戦するの、ダブルアーム DDT で敗戦した。そして7月13日、高橋は新日本のヒールユニット、カオス所属の矢野2によって、頭髪をハサミで切られる被害に遭い、 さらに9月19日の長田博志 VS、秀夫オ斎藤の試合後に、矢野が長田を襲撃し、長田を見予定して守ろうとした際に、高橋は矢野に再度ハサミで髪を切り落とされてしまった。この、矢野の暴挙に激怒した高橋は、矢野に一気打ちを要求して、同月21日にシングルマッチが組まれ、矢野と対戦。高橋も、意地を見せるが最後は、矢野の鬼殺しで、 ピンフォール負けを起死した。高橋はその試合後、矢野に、バリーカンで髪を刈られてしまった。2012年5月26日、ボス前日記者会見において突如姿を現し、ブラックタイガーの欠場により、空位となった出場枠に参戦させてほしいと、菅林直樹社長に直訴した。結果として参加が認められ、念願であった、ボスに、 緊急出場することとなった。リーグ戦では B ブロックにエントリーし、なかなか勝利に恵まれなかったものの、最終戦である6月9日、名古屋大会で鈴木軍の高道の区からピンフォール勝ちを収め、価値ある一生を手に入れた。9月23日、ディストラクションにて井上渡るとのタッグで、桜庭和志柴田勝頼組と対戦するが秒殺された。 10月27日、台湾台北にて行われた全日本プロレス新日本プロレス創立40周年記念大会、We Are Pro r a s o l i n g Love in Taiwan にて、サナダ・キヨと対戦したが、This is It を決められ敗戦した。2013年2月17日、DDT プロレスリングが主催する DDT Into the Fight 2013にて、 坂口育夫と対立していた重心サンダーライガーのパートナーに指名され、初の外敵として、他団体に参戦。坂口秋人と対戦し、秋人にフィッシャーマンズスープレックスを決めて、勝利を収めた。5月18日、田尻が主催するレスリングニュークラシックに参戦。小玉雄介と対戦し、フィッシャーマンズスープレックスを決めて勝利するも、椅子で耳を切り、 耳が半分ちぎれていると囁かれながら、そのまま左手首も骨折した。同月24日、ボスに2年連続で出場する、萌えブロックで、前戦全敗、0点という結果に終わった。6月9日、後楽園ホールにて行われた、同大会最終戦にて、中西学部とのタッグで、長田博士渡辺交渉組と対戦。渡辺から、逆エビ固めで、 ギブアップ勝ちを収め、試合後に、イギリスへ遠征することを、ファンの前で発表した。イギリス6月14日、4FW にて、海外デビューし、道のくプロレス所属の剣部とのタッグチーム、東京トルネードを結成。15日、レボリューションプロレスリングにて、ダグ・ウィリアムスと対戦するが敗戦した。10月18日、4FW& 道のくプロレスによる、 合同イベントにて、4FW ジュニアヘビー級王座を保持する剣部と対戦するもベルトをダッシュするに至らなかった。11月29日、RPW にて、元 TN 所属であるマーク・ハスキンスと対戦するが、敗戦した。同月30日、ドイツの団体である WXW にて、バッドボーンズと対戦するが、敗戦。 メキシコ2014年1月31日、メキシコのメジャー団体である CMLL にて奥村が、パートナーとして呼んだ謎のマスクマン、かまいたちとして登場。日本人ユニットであるラフィエブレ・アマリージャを再結成し、試合では、サングレ・アステカを加え、フエゴスペル・アルコンジュニアトリトンと、トリオマッチによる3本勝負を行い2から1で、勝利し、デビューを飾った。 7月13日、CMLL 認定、アレナコリセオタッグ王座を保持するロスレースデラ、アトランティーダに挑戦するもベルトをダッシュするに至らず、15日には、リベンジマッチとして、ゲレーロ・マヤ・ジュニアとシングルマッチで対戦したが、カウントアウトによる最低により帰り討ちにされてしまった。9月28日に、フエゴ、10月17日には、ドラゴンリーとシングルマッチを行うが、 いずれも敗戦した。11月14日、ルードのトップコンビであるメフィストエフェストと組んで、アンヘルデオロティタニアバリエンテと、トリオマッチによる3本勝負を行うが1から2で、敗戦した。2015年1月3日、ビールスと組んで、ドラゴンリーペガソと対戦して勝利し、同月9日には、リーとライトニングマッチを組まれ、 帰り討ちにしたことから構想へと発展する。2月20日、ワンデータッグトーナメントである、トルネオで、パレハスに、ライバル関係であるリーと組んで出場するも、1回戦で、ラ・マスカラメフィストとの試合中に、リーを裏切り敗戦した。3月20日、オメナヘ、エイドス・レジェンダス2015にてリーと決着戦として、マスカラ・コントラ・マスカラを行うが、 敗戦したためかまいたちはマスクを脱ぐことになり、自らの正体を明かした。12月4日、CMLL 世界、スーパーライト級王座を保持するリーに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュしたかのように思われたが、リーが、ロープに足をかけていたということから判定が覆り、試合が再開。結局敗戦してしまい、ベルトをダッシュするに至らなかった。 2016年1月23日、高楽園ホールで行われた新日本プロレス &CMLL の共済工業ファンタスティカマニア2016にて DVS ビールスの試合後に突如として現れ、かまいたちもリーに対してジャーマンスープレックスを決めて襲撃し、CMLL 世界スーパーライト級王座戦を行うことを要求した。同月24日、 CMLL 世界、スーパーライト級王座を保持するリーの挑戦を受ける。試合終盤、カマイたちは、リーの猛攻により、窮地に立たされるが、アシオンの、あざ固めで形勢を逆転すると、ジャーマンスープレックスの連発から、張り手、ラリアットと打撃技で攻めると最後は、カナディアンデストロイヤーを決めて、勝利を収め、リーからベルトをダッシュして、第14代王者となった。 アメリカ4月より CMLL から離脱し、アメリカに拠点を移す。同月30日、ローが主催するコンクエストツアー2016にロデリック、ストロングの代理として出場し、後対戦して、同団体デビュー戦を行った。その後、ローにレギュラー参戦するようになり、6月24日、ベストインザワールド2016にて、 ロー世界タッグ王座戦のジアディクション VS モーターシティ、マシンガンズの試合に乱入し、観客席にいた、ジェイ・ホワイトを襲撃した。レフェリーの気を散らしている暇に、試合はアディクションが勝利を収め試合後に、アディクションと共に退場して、共闘を宣言した。9月3日、プロレスリングゲリラが主催するトーナメント、バトル・オブ・ロサンゼルスに出場。1回戦で、 トレバーリーと対戦したが敗戦した。10月29日、新設された、ロー世界6人、タッグオーザをかけたトーナメントに、アディクションのトリオで出場。1回戦で、チーム CMLL と対戦したが、試合途中に連携がうまくいかない理由からダニエルズと、口論を交わし試合も敗戦した。試合後、ダニエルズに対して、唾を吐いて、アディクションと決別した。 2016年11月5日、パワーストラグルにて、IWGP ジュニアヘビー級選手権、試合終了後、場内スクリーンに、次元爆弾のカウントダウンが表示され、爆発音と共に入場ゲートからヒロムが登場し、IWGP ジュニア王座をダッシュした串田に対し、同王座への挑戦をアピールして、宣戦線布告を行った。12月10日、ワールドタグリーグ最終戦にて、 棚橋博士串田 VS、内藤哲也ルーシュ戦の試合中に、花道から姿を現し、レフェリーのブラインドをついて、リングに上がると串田を襲撃し、内藤組の勝利をアシストした。試合後に、内藤から、ロス・インゴベルナブレスでハポンの帽子を差し出されると、ヒロムはそれを手に取ってベロリと舐めてから頭に被り、内藤と拳を突き合わせ、LIJ に加入を果たした。 2017年2017年1月13日1月4日、レッスルキングダム11イン、東京ドームでシ田の持つ IWGP、ジュニアヘビー級王座に挑戦して勝利し、同王座に、初体感した。2月11日、ザニュービギニングイン大阪にて、ドラゴンリーに勝利し、IWGP ジュニアヘビー初防衛に成功する。3月6日、 大田区で開催された旗揚げ記念日工業で、田口隆介と対戦。中盤に、田口のオーマイガーアンクルを受けて、タップ寸前まで追い込まれるも最後には、タイムボムを決めて勝利し、二度目の防衛に成功する。4月9日、桜ジェネシス2017にて、串田と再戦。入場中に奇襲を仕掛けてきた串田に対し、広むは、すぐさま、 タイムボム、デスバレーボム、タイムボムと連続技を叩き込み、わずか1分56秒で串田から3カウントをダッシュし、3度目の防衛に成功する。4月29日、ベップビーコンプラザで行われたレスリング、豊かな国2017でリコシェに勝利し、4度目の防衛に成功。 6月11日、右与曲折の末にベスト・オブ・ザ・スーパージュニア24優勝者の串田の挑戦を受け、ドミニオン6.11イム・大阪、ジョー・ホールにて串田のホバーボードロックの前にギブアップし、防衛に失敗した。その後、ヒロムは、串田から王座を奪った、ウィル・オスプレイに挑戦をアピールしようと、リングに上がるが、顔面へのパンチ一発で一周された。 ヒロムは、さらにマーティスカルガをスプレーに挑戦する場面にも、割り込もうとするも、スカルの指折り攻撃で駆逐された。この時、スカルガをスプレーを倒して、王座をダッシュした場面でクシ田に続き、防護面と保護手袋をつけて登場し、ようやくマイクを持って喋る機会を得て、王者、スカル・クシダ・ウィル・オスプレーとの4名王座戦に、参加することになった。 2018年1月4日、東京ドーム大会にて、IWGP ジュニアヘビー級、王座4ウェールール戦に挑戦。ヒロムもオスプレイにタイムボムを決めるが、スカルにカウントを阻止され王座奪還とはならず、試合は、オスプレイが、スカルから勝利し、新王者となった。2月10日、リマッチはしないという自らの発言を覆し、大阪府立体育館。 ザニュービギニングイン大阪にテオスプレイの持つ IWGP ジュニアヘビー級王座に挑戦するも20分05秒オスカッターに散る3月6日大田区総合体育館にいて書案ヨー組の持つ IWGP ジュニアタッグ王座に金丸義信エルデスペラード組を含めたスリーウェイマッチ戦で挑戦しかし書が デスペラードから3カウントを奪われたため、王座体感とはならなかった。4月1日、両国国技館、サクラジェネシスにて、カネマルデスペラードの持つ IWGP、ジュニアタッグ王座に、書用を含めたスリーウェイマッチ戦で再び挑むも、デスペラードのピンチェロコに、初が沈み、またしても、王座体感はならなかった。4月23日、後楽園ホール。 ロードツーレスリングドンタクにて、金丸デスペラード組の持つ IWGP、ジュニアタッグ王座に武士とのタッグで挑戦。ヒロムもデスペラードを、あと一歩まで追い込むが、チャンピオンベルトで、頭部王座ベルトの上に、ピンチェロコを受けたヒロムが3カウントを奪われ、3旅王座体感はならなかった。4月29日、LIJVS、鈴木軍全面対抗戦の様相を提した。 グランメッセ熊本、レスリング美の国にて、ヒロムが、金丸、武士が、デスペラードから共にシングルマッチで勝利し、先のタッグ戦での雪辱を果たす。6月4日、後楽園ホールで行われた、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア、25優勝決定戦にて、A ブロックを勝ち抜いた、石森太志にと初対決した。 ヒロムも壮絶な激闘の末に、石森から勝利を収め、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア、初優勝を果たす。優勝後のマイクアピールで、ヒロムは、これが、俺たちの、スーパージュニア、だー、と絶叫し、ジュニア、新時代の幕開けを印象付けた。6月9日、大阪城、ホール、ドミニオンで行われた。 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合にて、王者であるオスプレイを破り、第81代王者となる。6月18日、後楽園ホールにてデスペラードと初、防衛戦を行い、勝利。ヒロムは、次期挑戦者として、ドラゴンリーを指名した。7月7日、アメリカサンフランシスコのカウパレスにて開催された、G1 スペシャルインサンフランシスコにて、 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合を行い、挑戦者のリーにタイムボムで新章を収めるも、ヒロムも試合中に受けた投げっぱなし、ドラゴンドライバーにより首を負傷したため、戦線離脱を余儀なくされた。8月20日、ヒロムの大座返上が発表された。菅林会長によると、ヒロムは復帰まで半年以上かかりそうとのことであった。 2019年2019年11月3日11月3日、ヒロムは大阪府立体育会館で行われたオスプレイ隊武士の試合後に登場、リング上で王者、オスプレイに対し2020年1月4日5日に東京ドームで行われるレッスルキングダム14での挑戦表明を行った。12月19日、後楽園ホール大会で1年5ヶ月ぶりに復帰し、 武士と組んで、ロビー・イーグルス、オスプレイ組と対戦した。ヒロムも、また、欠場前と変わらない動きで場内を沸かせたが最後は、イーグルスに丸め込まれてしまい敗戦した。結局、ヒロムは、復帰戦を白星で飾ることはできなかった。2020年1月4日、レッスル・キングダム14イン、東京ドームで行われた、IWGP ジュニアヘビー級選手権にて王者。 オスプレイと対戦。入場では、様々な色の羽が装飾されたド派手なガウンで現れ、観客の注目を集める。一進一退の攻防の末に決めた、タイムボムを、キックアウトされるも、最後は審議タイムボム2で、オスプレイから3カウントをダッシュし、第86代王者となる。1月5日、レッスルキングダム14人、東京ドーム2日目、リューリーとタッグを組み、 この試合をもって現役を引退する重心サンダーライガーと対戦。この大会数日前に開催されたライガーのトークイベントに突如現れたヒロムはチャンピオンとしてあなたを気持ちよく引退させます。と宣言し、約束通り腰しには IWGP ジュニアのベルトを保持して試合に臨み勝利した。試合後、大の字になったライガーにヒロムは あなたが作ってきたジュニアを必ず頂点まで上げてみせます。約束します。と言葉を送った。ヒロムはその後 IWGP ジュニアヘビー級王座の初防衛戦相手にリューリーを指名し2月9日の大阪城ホール大会で初防衛戦が決定した。2月9日大阪城ホール大会にてリューリーと初防衛戦を行い最後は タイムボムに連発で勝利して初防衛に成功する。試合後、ヒロムは IWGP ヘビー級王座 &IWGP インターコンチネンタル王座を防衛した内藤の戦いたい相手として花道から現れシングルマッチを行うことを約束し、翌10日に3月の旗揚げ記念日大会でのスペシャルシングルマッチが決定したが、 直後に発生した新型コロナウイルスの影響に伴う日本政府からのイベント開催自粛勧告により大会自体が中止となったため団体も6月まで全ての大会開催を断念した挑戦は白紙に戻された110日ぶりの活動再開となった6月15日ヒロムはナイト高木とタッグを組んで 岡田和地家洋ョと対戦し、試合は内藤が洋から3カウントを奪い勝利した。その後、ニュージャパンカップに初エントリー。ヒロムも、本間智明、矢野通、石井智弘といったヘビー級選手を、次々と倒し、準決勝に進出したが、岡田と対戦して惜しくも敗れた。7月25日、ヒロムは、 愛知県体育館で開催された、戦国ロードイン名古屋のメインイベントで2冠王者のエビルと IWGP ヘビー級 IWGP インターコンチネンタルダブル選手権試合で対戦。試合は終盤に起手破りのエビルからタイムボム、そしてタイムボム2を決めるも3カウントはディック統合に阻止されるとダーティファイトで形勢逆転したエビルにも敗れ。 自身の夢と公言する IWGP ヘビー級王座には届かなかった。8月29日に行われたサマーストラグルインジングの第4試合でヒロムは石森を相手に IWGP ジュニアヘビー級王座の2度目の防衛戦を行った。試合はスピーディーテクニカルな真っ向勝負となったが、ヒロムもサマーストラグルシリーズ中に徹底的に痛めつけ、 さらに球場に追い込んだ左肩にもダメージを蓄積させられてしまい、最後は石森にボーンロックでタップアウトとなり、二度目の防衛に失敗した。9月3日から開幕されたニュージャパンロードにて、用の負傷欠場により返上された IWGP ジュニアタッグ王座をかけて IWGP ジュニアタッグ王座決定リーグ戦で、 ヒロムブシ組で出場してリーグ戦を2位で通過。9月11日に行われたジュニアタッグ大座決定戦ではリーグ戦1位のデスペラード金丸組と対戦するが惜しくも敗れた。12月11日ベストオブザスーパージュニア27で2年ぶり2回目の優勝を果たす。相手エルデスペラード2021年1月4日。 レッスルキングダム15イン、東京ドーム1日目、自らが提案し、行われたスーパー J カップ優勝者とのシングルマッチで勝利したことにより、翌日のレッスルキングダム15イン、東京ドーム2日目にて、石森が所持するグップジャルヘビー級王座に挑戦する権利が与えられた。1月5日、レッスルキングダム15イン、東京ドーム2日目。 前日に挑戦権を獲得したことにより、グップジャルヘビー級王者である石森と対戦して勝利。第88代王者に輝いた。2月19日、岩手県営体育館大会で負傷し、後に、左大胸筋断裂、全治半年と判明された。そのため2月25日の後楽園、ホール大会で予定されていた、IWGP ジュニアタッグ選手権試合を、 キャンセルすることとなり、保持していた IWGP ジュニアヘビー級王座も返上となった。ヒロムは欠場中もビッグマッチの開始前に現れ、前説を行うというファンサービスも見せた。7月25日、ヒロムはレッスルグランドスラミン東京ドーム大会にて、いつものごとく前説に現れ、 今日の IWGP ジュニアヘビー級選手権の勝者はこの俺と戦え。と言い放ち前節卒業宣言、復帰宣言、ベルト挑戦宣言を行った。8月27日、後楽園ホールで同期との復帰戦を行った。9月5日、レッスルグランドスラミンメットライフドーム大会にて、IWGP ジュニアヘビー級王座を保持する、ロビーイーグルスの挑戦を受けるも、 敗れた11月13日、後楽園ホールから始まったベスト・オブ・ザ・スーパージュニア28の出場選手としてシリーズ参戦。ヒロムも7勝3敗1引き分けで優勝決定戦へと進出した。12月15日、ヒロムは両国国技館で行われた優勝決定戦で王を破り、3回目の優勝を呼び、連覇を達成した。 他のジュニアヘビー級選手と比較すると、ヒロムは飛び技やテクニカルな動きは控えめだが、自身へのダメージも辞さない突貫かつハイスピードな、ファイトスタイルが特徴である。タイムボムを筆頭に、相手の後頭部、首を狙った技を多用する。IWGP ジュニアヘビー級王座を腰に巻くヒロム、かまいたちかまいたちに関するカテゴリー。ありがとうございます。